松井さんこんにちは。すっかり良くなりましたね。まだまだ道は険しいんですけども、ただ基盤はこれでできたかなと思います。大抵の方はここまでのことを、言ってみれば教わらずに知らずにですねやってしまうんで、挫折も早いですし、挫折しないにしても、動画の影響力がないまんま人知れず進めてしまうということになります。ここまでね、すぐに、実行してくださって、今日の手元だけ映ってるのもすごくくっきりしていいんじゃないですかね。本当ね、なんかクイックレスポンスといいますか、このペースで改善してあげると先は結構明るいなと思います。あとはですね、何が道のりが険しいかと言いますと、さあこれが続くかなってことなんですよ。それをね、やっぱりね、年の単位で続けるってことを覚悟しなくてはなりませんし、そうなると案外ね、数ヶ月でいろんな効果に出会えると思います。実際にどのぐらいの動画本数が松潤さんの動画アップロードに、そして結果に、結びついてくるのかってこと、これはね、 YouTube の判断なんで何とも言えませんけども、もう私の感覚ではね、やっぱりこう数百本というレベルで積み上げていくと、ご自身のアナリティクスっていうのが構築されていきます。松潤さんの動画のアナリティクスです。これは要するに分析ってことなんですよ。多くの方は誰かの成功例の分析を、例えば、松潤さんにこうですよってお伝えすることができないわけなんですよ。これぐらいしかできないわけなんですけども、世の中で一番当てになるのは松潤さんがやってきたことの分析なんですよ、ね、どっかの成功者の分析は、多少参考になるんですけども、はっきり言って個人的な参考には全くなりません。ですんで、ある程度の数を積み上げてきて、アナリティクスで分析することによって、松潤さんはこれから何をすればいいのか、何が効果がなかったのかってことがやっとね、掘り下げられるんですよ。ですんでね、何が言いたいかっていうと、このペースで毎日動画を1本2本と言わずね、もうちょっと多めに更新することができるかなってことなんですよ。で、動画の長さ1分前後のものが今のところ主流ですけども、5分前後でできると、このアナリティクスはさらに正確になりますし、後々広告収益ってものをね、もし狙うようでしたら、現在ですね、10分前後から今8分前後のものに、ミッドロール広告っていうのが出るように変更されましたんで、8分間あるともっといいかなってところですね。ただいきなりそういう長い動画は難しいよっていう場合があると思いますんで、4、5分でまとめていただければと思います。これもね、すぐに4、5分に伸ばしましょうっていう話じゃないですからね。今はこのペースで十分ですけども、1分前後のものだと、いまいちね、今後のことを考えていくときに、短すぎて効果が薄いかなっていうふうには感じていただきたいですね。ですんで、1分前後の動画をたくさん作るよりも、4分、5分ぐらいのものを作った方がさらにいいと。さらにいいのは8分から10分。これがたくさんあると、後々広告収益がですね、動画の本数が増えてきたときにかなり違ってくるんですよ。それは認識しておいていただければと思います。ということでね、今日は以上ですけども、ここまでは本当に松潤さん順調にやっぱりやってくださいましたね。本来でしたらここまでも速稼塾の塾生さんに対してだけクローズドでねお伝えすることなんですけども、よくやってくださいました。速稼塾にね、12月はご検討ということだったんで、それも本当に切実にね考えていらっしゃるところもあると思いますんで、私もね、楽しみに待ってるというか、だからといってね、このやり取りをもう入塾してないからやめますよってことではないですよ。そういうね、ケチなことは言いません。ただね、松潤さんここまでいろいろとね、気づいてくださって、すぐ行動を移してくださって、でもしかしたら今ね、ピアノを録画して放送することが当たり前になってるんじゃないかなと思うんですよ。当たり前になりかけてるんじゃないかなと思うんですよ。ここに至るのにね、ほとんどの方はもういろんな理由つけてやめるんですよ。本当にね、何がしたいんだということがあります。はい、じゃあ動画のまとめになります。松潤さんがこれから意識しなければならないのは、コンテンツ、いわゆる商品ですね。それから集客、いわゆる放送ですね。最後はセールスなんですよ、ね、これが契約です。この3つが揃った時、松潤さんは大きく世界を変えることができますし、今やってることがそのまま収入源、仕事になります。ですので他のことをやる必要はなくなります。ただすぐにそうなるわけではありません。ここを意識していきましょうっていう、そのぐらいのねことにこの度はとどめさせていただきますけども、なんか楽しみですね。非常に楽しみですね。松潤さん、もしかしたらこの放送をすること生き生きとしてきたんじゃないですか。再生数はね、やっぱりね、10回再生の壁をまだ超えてないところがありますけども、
この調子でいけば10回どころか100回とかね、その上とか見えていけると思います。頑張っていきましょう。それでは、ハッシュタグのことね、ハッシュタグのことちょっとお伝えしていきましょうか。ちょっと画面切り替えましょう。ハッシュタグのことをちょっとやりますよ。今鍵盤の画像が映ってますよね。で、松潤さんご自身でされているかどうか分かりませんけど、ここで改めて私がね、尾崎豊ダンスホールピアノっていうハッシュタグの上を、青いところがありますので、これをクリックしてみますね。尾崎豊をクリックします。そうするとこういうことになります。同じようなハッシュタグがこういうふうに一覧で並ぶんですよ。ということはですよ、これ違法動画ばっかりですけども、はっきり言ってね、著作権無視した動画ばっかりですね。この動画から松潤さんの動画に来ることもあり得るってことなんですよね、ハッシュタグを通じて。で、ダンスホールをクリックすると尾崎豊さんのダンスホールもあるでしょうけども、他のダンスホールというね、タイトルにも反応してます。まあ尾崎豊さんのダンスホールばっかりですねそのぐらいダンスホールって尾崎豊さんしか使わないですね。最後ピアノです。ピアノをクリックするとピアノ関連が出てきますね。すでにピアノで第1番は松潤さんのじゃないですか。すごいですね。まあ動画のね、優先順位っていうのは、動画のアップロードが一番最近された人が上に出るんですよね。ほら、あと他にもこういう風なね、有名なミュージシャンとか再生回数の数百万回みたいなのがピアノで並んでますから。お、ここにもダンスホールある、すごい。だからね、ピアノというハッシュタグで松潤さんのところに来る可能性はこれで非常に高くなったということですね。はい、ということでございます。ちょっと長くなりましたけども、今回はここまでの総集編という形になりましたね。すごいですね。じゃあ次回もお楽しみに。